はなんと、なんと、大狂乱の鳥に挑戦です。前もって説明させていただきますと、施設がいろいろ足りないのですり抜けは無理。っていうかできた試しがありません。一応何回かはやってみたんだよな。レベル20のこのメンツでどこまでできるか、アイテム仕様でも無理なんじゃない？ってのが本音です。早くも敗北宣言かよ。敵を素早く倒さないといけないのですが、お金の準備をしたら白ガルを出します。少しでもダメージを与えるんだな。黒キャスじゃダメなのか。姉さんは再生産が悪く2回攻撃受けると負けます。もうね、レベル20で攻略って難しいんですよ。限定激レア使ってるのに困ったものだな。レベル30とか第3使っていいのなら難しくないんですが、20だと能力が発揮されないんですよね。一応今回の企画は、レベル20でレジェンド星1クリアだから、取れないようなら後回しでもいいんだよな。まあそうなのですが、一番対策に悩まされるイノシャシです。妨害はカオルとクロノスを使いますが、対応しきれないのが難点、確率が非常に悪いです。今は鳥から離れてるから、攻撃自体はそんなに激しいものじゃないな。攻撃範囲内に入ってしまいましたが、簡易で使える赤妨害を持ってるかが攻略の要になります。それを考えるとサイキックはレベル1でも 50% だから、すげえ優秀なキャラなんだな。でも肝心の赤妨害はそこまでの性能を持ってないんです。かかった時間は実に20分以上なため4倍速。打たれ強いと言っても白ガルもレベルが低いと活躍できません。イノアル感が来てるが大丈夫なんだよな。サイキックとクロノスを併用すれば乗り切れます。そして3体目の白ガル。これは、結構時間がかかってるな。波動が使えるから天空にもダメージが入りそうだが、クロノスは微妙だな。見た感じ動いてるので射程範囲外なんでしょうね。イノバル艦も妨害失敗していても、サイキックの鈍速が効くので問題ありません。タイアカで同じくらいの妨害できるキャラっていないもんだな。スニャ使ってるしニャンコ砲も早い方だから、押し返しもそんなに難しくはないんだよな。イノシャシ対策をどうするかが攻略の鍵なんです。姉さん出してますが、突破力の高いイノシャシ相手だと相性は良くないです。いろいろ出して妨害しちゃいるが、これといった決め手がないもんだな。性能は広く考えれば間違いなく強いでしょう。でもレベル20制限がかなり効いてます。今のユーザーランクだと激レアは30まで上げられるから、第3形態準備できるんだがしないのか。先にレジェンド星1を制覇したいんですよ。制限時間のあるステージ攻略が難しいですが、現段階でできることはやってみます。編成に組み込んでいる超激レアってものすごく活躍する部類なんだが、条件が厳しいと本当に難しいものだな。現段階で攻略の可能性がある大狂乱は、一応この鳥とフィッシュ、ドラゴンは正直微妙ですが条件次第です。フィッシュとライオンが欲しいところだが、本当に難しいものだな。極猫祭が近いのでそこで入手するキャラ次第でもありますが、この時点で極ムズステージ攻略はギリギリな点が目立ちます。大狂乱の猫で苦戦してタンクは結構危なかったもんな。そして射程では一切勝ってないため鳥にやられていきます。第2形態でクリア自体は難しくないと思いますが、それ以前にレベル20っていう数字が効いてます。あとは1000円以下の赤妨害を準備しないと難しいです。鈍速化動きを止めるじゃないと無理だよな。敵の性格上攻撃発生は早くないと意味ないから、確率でカオルを採用したんだな。魔女の方が早く頻度もいいのですが、これ以前にやってみた結果あまりよろしくなかったです。妨害の確率が 20% だから、いくらやってもダメな時はダメなんだな。随分接近されてしまったが大丈夫なのか。もういっぱいいっぱいってところです。結構頑張った方なんだろうが、看板娘が出てきたな。一番の課題はイノシャシ対策なんです。ガガガガや中井くんはどうにかできるのですが、イノシャシの対策を考えないと勝てませんね。確率は低いが魔女が一番可能性はあると思うんだが、イノバル艦はサイキックでどうにかなるから、赤妨害の充実化が大きな鍵だな。そこをどうにかできるキャラを持ってないから悩んでるんですよ。クロノスは壁4枚使っても守りきれないのと、結構遠方範囲が微妙なのでレベルを抑えると活躍は難しいんです。この看板娘は2体目か。画面左から来たからそうだろうね。
この位置をキープして戦えば攻略できそうなんだけどな。イノシャシに鈍足か動きを止めるができればなんとかなるんだけどね。完全な確率勝負ってわけか。猫本使ってるから資金面はそんなに心配はいらないとして、やっぱり出せるキャラが大きいな。そしてこの位置でイノシャシがやってくるんだけど、対応がまともにできないから押し負けてしまうんだよね。最後は大狂乱の天空にやられたな。残り体力は 26%。